スパ。どうも、はじまきよしおです。歯に挟まったのが取れねえ。なんか大悟さんが言ってたんだけど、俺はすごい普通なことをしてないから、ちょっと今からタグをいっぱいつけてんのよ。それあんま良くないらしいからやめるわ。いや、めんどくせえな。削除。もうタグ一回つけんわ。ちょっと、羽島清志郎のものすごく面白い雑談シリーズ。あ、違う、すごく面白い雑談シリーズ。まあ、他のやつらと比べればものすごく面白いけど。いや、めっちゃ歯になんか、にゅるってなんか出てきた。まあ、背水の陣ですよね。飴食いながら雑談するもんじゃねえな。うん。超スペア飴舐めてます。排水の陣ですよ。もう、詰まりすぎて、声が変。ムカつくの。ものすごく面白い。なんで俺ずっと、すごく面白い雑談、全部ものすごく面白い雑談って言っちゃう。飴酸っぱくて最高。飴酸っぱくて最高だね。チャンネルの動画全部公開します。酸っぱい。冒頭ずっと酸っぱいって言ってる人になっちゃう。飴かも。いった。生きてる雑談すぐ終わったじゃん。動画一気に公開しちゃダメなんですけどね。やっぱり。よくないよ。ね、みんな見てくれないけど、でも俺、一気にやる以外やり方わかんないんだよね。嘘です。うん。めちゃくちゃ嘘つきました。もうツイートと YouTube のさ、やつが連動終わっちゃったからめんどくせえんで、いちいちやんなきゃいけねえんだよ。腹立つの、ほんとに。ツイッター社 ?YouTube 社やりようたの。マジ、適当だな。めちゃくちゃ指舐めてる人見せ。絡むな、唾が。汚ねえな。汚すぎちゃうね。ごめんね、俺汚くて。あのなんか、レンタルなんもしない人さんの悪口もちょっと入ってるけど、多分大丈夫かな。まあでも、ツイッターとかやばいんだよ。レンタルなんもしない人とかなんか検索しようによってはバレるから。バレないでしょ。
うん、あーなんか口についてる。今気づいたけど汚ねー。さっきうんこ食いました。あ、嘘です。はい、普通にうんこ食いました。あ、嘘です。うん、チョコ食べました。なんだろうな、俺はそれなんか二連式のアイスあるじゃん。なんかケツとさ、まあ、ケツもどっちもねえんで半分で分かれてるから、その上なんて例えればいいの、まあ上と下ですよ。上と下でなんかさアイスが違う、サンドアイスなんですよ。クッキーでサンドしたアイスと、意外がチョコ、意外がチョコアイスなんですよ。俺はサンドした方、クッキーでね、しなしなクッキーでサンドした方が美味しいんです。そっちの方がうまいと思って生きてきたんですけど、なんかこれから変わるみたいなね。いや、まあうまいと思ってこれからも生きていくよ。うん、多分ね、相当な変化がなければこれからもね、しなしなクッキーサンドアイスの方をうまいと思って生きていくけど、そのやっぱ惰性ですよね。意外がチョコクッキーをあんま美味しいと思わないのに残すのなんだね。俺は惰性だし妥協だしね。俺は今ちょっとね妥協の人生を歩んだわけですよ。そこでね、まあ、捨てるっつうか冷凍でね、本当に腹減った時にアイス食うならまだしも、そこで、ね、まあ、一瞬くっついてきたからとかいう惰性の妥協ですよ。うん。妥協で惰性だしね。本当に俺は良くないと思う。めんどくさいからって言って、そのまま続けちゃったりするのは良くない。妥協した。今日はまた一回妥協しました。って言って妥協リストとか書くのめんどくさいからやりませんけど。喋るとなんかあれだね。口の横になんかね、唾液が溜まるね。今日めちゃくちゃ鼻詰まってるんですけど。本当にやめてほしいな。喋り人の鼻詰まらすなよ。全然喋んねえやつ。今日滑舌最悪なんですけど。まあ、いつもか。超イライラしてきた。って言ってね、鼻詰まってることにめちゃくちゃイライラする人。まあ、意外にそうですけどね。みんなの前で鼻噛んじゃおうかな。本当みんなやめてほしいと思って。ちょっと。うわ、ぶわ、もうさ、鼻噛むの下手すぎるんですけど。もう、生きるの下手くそすぎ。まあ、いっか。生きれてるしね、別に。それ、他の人のおかげです。お前が頑張って、お前がね、運よく生きてるんじゃなくて、他の人のおかげです。おごらないでください。はい。あ、俺もずっとこのなんかダンプ論解用 T シャツ着てる。汚ね。髪の、髪くずが今。ああ、ちょっとおかしいよね。やっぱ病気ですよね。急にこういう動きが出るっていうかね、動きと声が出ちゃうって、まあ、しっかりと病気だと思うんですが、超金玉いて風呂入りゃよかったけど今日風呂入んなかった。風呂入んのめんどくさい。うん、鬱です。風呂入れないの鬱だよね。でもなんか俺元気です。だからそうです、そう鬱です。そう鬱のそう鬱なんだけど、なんかそう鬱が同時に来てる。どうしよう、そう鬱が同時に来てます。夜は鬱です。うん。さっき面白いなって思ったことはね、ちょっと面白いなって思ったのは、俺やっぱ寝ないとさ体が痙攣するんだよ。ビクーンってなるの。寝なさすぎるとね。俺はなんか1日16時間以上起きてる、いや12時間か14時間以上起きるともうすごくなるんですよ。もうすごく眠くなっちゃって、それでもなんかやりたいことがあって起きてるじゃないですか。でもうすぐ寝ようってなって寝るとなんか痙攣起こすんですよ、体が。 AED 受けたくらいにね。 AED を受ける。すごい攻撃みたいなね。受けるもんじゃないでしょ、されるもんでしょ。されるもんだったりするもんなのに受けるというね、選択肢というか表現、そんなにやってないと思う。 AED を受けた人みたいな見たことないよ。俺は目の前でその AED を受けた人っていうのを見たことありませんよ。うん、でもねビクンってなるんですよ。ビクンってなります。笑うんだよ、その AED とかそういうね、そういう話題ですよ。ちょっと暗めの話題っちゃ暗めの話題だし、暗い話題につながる話題をニコニコしながら喋るのはね良くないんじゃないかって思うけど、俺がニコニコ喋ってるんでしょうがないです。
しょうがなくない。すごいよね。肯定論じゃないけどさ、俺がニコニコしてんだらしょうがねえだろっていう。俺そういう考え方で生きちゃいけないと思うんだよな。よくない、それは。うん。なんか肩痛て、肩痛くて笑っちゃった。幸せそうでしょ。幸せですよ。はい。笑うとやっぱ幸せですね。肩痛てーのに笑ったら幸せだ。本当に無理にでも笑うっていいね。ニコニコするのっていいわ。俺嫌なことがあるとこうやってニカって笑うんですよ。うん。ニーって笑うんです。本当に笑いますよ。嫌なことあると。みたいに笑うんですよ。ね。そういう癖はついてきてる。本当になんか、ね、草壁神羅みたいな。神羅草壁みたいになってますよ。あの永遠の消防隊のね、主人公の。ストレスがかかると、にーって笑っちゃうんですよ。癖です。楽しいけどね、にーって笑うなよって言ってもまたにーって笑ってね、なんかどんどん釣り上がって、ぐるるるるってなります。むちゃくちゃになります。回転のエネルギーが起きる。うん、俺ずっとなんか黄金の回転、黄金の回転って言うんですよ。やっぱ黄金の回転って良すぎないか？七部、七部第七部の黄金の回転ですよ。ちょっとネタバレ入ってるけど。いや、黄金の回転いいな。良すぎるよ。黄金の回転だぞ。なあ、ちょっとバカにしてる人みたいだけどさ。いや、黄金の回転っていいな。うわぁ、びっくりした。心霊現象かと、心霊現象。まあ、心霊現象かと思って、うわミニが挟まってた。そっちの方がね、怖い。はぁ、あ、どんどん怖くなってく。怖さが、滲んできた。滲んでどんどん広がっていく。おいおいおい、やめとけやめとけ。そういうちょっとね、こんな表現できますよ、みたいな、あの、アピールするのやめとけ。本当に。痛い目見るからな。そんなすごくないし、別に。痛い目見る前にやめとけよ。うん。なんかまあレベゼン地球の件で、またなんか言ってるらしいね。なんか、あれね。来ないからダサいって言うけど。別になんかダサくないと思いますよ。なんか。まあ、ダセーやつにダセーって言われても別によくない？いや、ダセーやつにダセーって言われても。ダセーやつにはその、ダサいかかっこいいかの基準なんてお前らわかんねえんだから。わかんないやつに何言われようが別にいいだろうっていう。ダセえやつにダセえ言われても言われても、なんか、どうでもいいけどな。なんか。普通に暴力嫌じゃない？殴りたくないんですけど、人を。すごいひどい風潮だよね。出ないとダメみたいな。でも、まあ、勝手にやってるんだろうなって思ったけど、やっぱ勝手にやってるんだね。勝手にやって出ないとなんか悪悪者にするみたいな。うん。でもレペゼン地球ってなんだかんだ言って痛い目合わないと思うんだよな。それが嫌だな。別に痛い目、合いそうになくない？あの人たち。なんかそういう、何やったってさ、なんかもうシャブとかさ、違法麻薬やることくらいじゃないと捕まんないし、別に違法麻薬やったとて、うん、って感じだからね。キャラ付けうまいなって思います。でも俺は最近売れるためにやってることはね、タグ乱用やめた。報復絶刀とか言いつけんのやめて。なんかね、報復絶刀ってなんか、YouTuber の中で、ネタ系 YouTuber の中で流行ってるタグだったんだよ。ちょっと前までね。まほとさんとか東海オンエアとかが報復絶刀ってつけてたんで。なんかテラスパンパンスだっけ？なんか今はすごい有名になったけど、炎上でなんかどうのこうのやってる時は、テラスパンパンスが。まあでもなんか罰ゲームで怒ってたけどね。いや、なんか罰ゲームでやってたけど、それはダサいだろうとは思ったけど、まあ、ダセい奴らの集まりだからな。うん、別にしょうがないよ。全員ダセいから。登場人物全員ダサい。うん。全員ダサい。
ダサすぎる。あ、でもいいんじゃないでしょうか。ダサくても結構。ダサいやつらがね、日の目浴びるための場所というか。うん。どうしようもなくずっとかっこいい人間は芸能界で売れてますんで。うん。だけどその本物に憧れた偽物。まあ、偽物の中の本物になるため、もがいてるっちゅうかね。そんな感じですよ。YouTube って。ボンプがね、天才気取ってるだけなんで。うん。一般人だって日の目浴びてえわけよ。しょぼいやつでも、ダセえやつでもさ、日の目浴びたいじゃん。俺だって浴びたい。だからやってます。まあ別に僕は本物ですけど。YouTube 界でもさ、中でも、極めて稀な本物でございます。自分を本物と思い込んでいる俺は何者なんでしょうかね。本当に。俺は何者なんだろう。まあ、いっか。逃げてます。いや、考えなくてもいいでしょ。別に何者かって言われても、羽島清志郎ですからね。別に。羽島清志郎は羽島清志郎だし、それ以外は特にないんじゃないかな。うん。大変だよね。川人さんの川人略称うぜえ。まあでもなんかよくね、加藤純一さんをなんか大学生乗りとか言ってる人いるけど、あれ大学生乗りってなんか複数人いなきゃダメじゃない？てかもうなんかちょっと賑わってるものを大学生乗りって言ってバッサリと切った気になってるやつ多いんですけど、超キモいんですけど。大学生乗りって大学生がやるから大学生乗りなんじゃないの？うん、あれムカつくんだよな。まあ、フィッシャーズが大学生乗りかってなんか、柴田が言い始めたんだよな、大学生乗りって。俺、大学生になったことねえから分かんねえよ。うん。分かんないよな、大学生乗りってなんだろうって見たことないが、あのなんだ、大学生たちがスーパーでなんかよく分かんない踊りし始めたの、あれが大学生乗り？まあ、あれが俗に言うその大学生乗りと言われてもね、いいんじゃないかな。よくないけど。大学生乗りってなんだよ。ね、ちょっとムカつく言葉作ってるだけだし。別に加藤純一さんはね、純は大とか言ったらキモいから言いませんけど、加藤純一さんは別に大学生乗りじゃないし、ジジイが一人で大学生乗りやってんの面白いだろ。そんな超面白いじゃん。超俺は面白い。それ複数人でやるから大学生乗りなんだよ別に。一人で大学生乗りはできないでしょ。なんか笑い分かってますよじゃないけど、俺はこんな感じで言えますよみたいな気持ち悪いよな。本当にオタクなんてそういうやつらって笑い分かんないから、面白さについて分かんないでしょ。まあ俺も分からないんですけど、俺も分からないんですけど、まあ言った気になってんのはキモいよ。でもお前らより俺の方がくちゃほんのちょっとほんのちょっとだけリードしてる。それで俺はマウント取ってます。一番気持ち悪いかもしれない。そのなんだろうな、気持ち悪いよね。だってほんのちょっとしか変わらないのにここまで堂々としてるって。いや、ほんのちょっとなわけねえだろ。ふざけんなよマジで。だいぶリードしてるわボケ。うん、いや関西弁使いたくなるね。うん、気持ち悪いよね関西弁使ってですね。俺みたいなエセ関西弁ね、気持ちいい。エセ関西弁使うの気持ちいいな。なるべく使わないようにしますけど、ドスの聞いた声じゃないけどさ、関西弁ってすごいじゃん。すごいじゃん。脅しがしっかりとできるじゃん。でも関東の言葉じゃ脅しってできなくない？分かっとるわ、ボケって。分かっとるわ、イエーって。キレがいい。キレがいいもんはいいよ、やっぱ。キレ味は大やす。今勢い乗せただけでね、おのほすごい。勢いだってなるじゃん。分かってますよ。これもちょっと面白いけど、面白くなかった。ほんのちょっとね、面白くないと言ったら嘘になるけど、面白いと言っても嘘になる。狭間のものでした。まあね、勢いっていいよね。腕立て3回思うと11歳さんに褒められたけど、腕立て3回ね、鬼軍曹が罰として腕立て3回で、俺は別にそういうの嫌だなって、めんどくせえなって、そういう分かりやすさみたいのが大事に求められるのめんどくさいなって思うけど、別に俺の雑談って面白くない、いや面白いですけど、
俺は自分のことすごい面白いと思ってる、まあ、精神異常者と思ってもいいですけど、いやでも俺はあなたたちのことを俺のことを面白いと思えない精神異常者だと思ってるんで、どっちも病気で、いや俺が一方的に病気だよ、やばいでしょ、ね、俺のことを面白いと思わないやつ全精神疾患精神異常者ってちょっと思ってます、うん、1ミリ以上10センチくらい思ってますね。1ミリとかね、ほんの1ミリだけじゃない、10センチなんなら100メーターどこまでも無限です、完璧に思ってます、それ以外思ってません、いや思ってないですよ、でもムカつくなって、俺のこと面白いって思わない奴らムカつくなとか思ってますけど、でももっと実力をやんなきゃいけないのかなって、ふいーってなっちゃいますけど、まあ頑張りますよ、まあ頑張ってないですけど別に、まあやるよ、やるだけなんですよ僕は、やり続けるだけでね、俺将来はね多分確定、多分、まあ、ほぼ確定っていうか確定です、確定で人気者になれるんですけど、でも自己満足でやりすぎたら人気なんねえんだよな。でもさ、人気になってない人の大体のあれって面白くない人じゃん別に。やってることは面白くてもその人自身がその面白くないとか。でもやっぱ悪名って大切なんだよな。だって人気になってる人って大抵悪名じゃないと思うけど、 YouTube は意外に悪名はあるだろうけど、そんなに悪で売ってる人いないよな今、正統派でなってる人って。でも正統派で受け取んのめっちゃむずいからな。俺正統派してるけど全然受け取れないけど、全然正統派じゃないじゃん、編集しないでおしゃべりずっとするっていう。俺は一人で喋るの好きなんですよ。俺はもうちゃんと精神分裂そうじゃないけど。なんで俺やっぱ相方欲しいんですよ。僕のね、言葉に逐一面白く突っ込んでくれる相方が欲しいけど、やっぱ引きこもりなんでできるわけないんですよ。の結果自分が今やってます。心の中でね。怖いでしょ。やってませんよ。喋ってるときは僕喋ってることしかできないんですけど、なんかたまにね、脳内で喋るときはもう僕がボケて、俺が突っ込んでる。怖っ。僕と俺本当にいるみたいじゃん。僕がボケて俺が突っ込んでるっていうことは、喋ってる俺はツッコミの方なんだな。怖、本当、え、ちょっと怖くない、本当にはいるんだな。あー、もう本当に怖くなってきちゃう。だって僕と俺使い分けてんだもん、無意識に。あ、本当にいるらしいです。俺は多分、いや、ほぼ精神分裂症でしょ。でも別に楽しいですよね、何とも思ってないんで。でもなんかそういうのあるんですよ。急になんか心の中で、それはおかしいだろ、どうのこうの、どうのこうのって言ってくれ。いや、それ精神分裂症みたいだからやめないっていう3人目がいるんですよ。なんかお前精神分裂してるみたいじゃない、だからそんな感じやめようよって。否定してくるのやめよう、肯定していこうって言って、いつもやってるんですよ。だから精神分裂症は嫌じゃん。嫌っていうかさ、そういうのになっちゃう、特性を持っちゃうのは嫌だから、え、ちょい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 、精神分裂症みたいじゃん。分裂してなんかもう一人の自分が反対意見言ってるのを精神分裂してるみたいだからやめないって言ってね、3人目がいます。これは本当です。俺はあんまり嘘つかないんでね、うん、多分俺精神分裂症で統合失調症で適応障害です。はい、糖質みたいな、もうずっと多分糖質なんだよな。糖質やらいできたけど、寝てると、ああ、なんか強盗になんかね、めちゃくちゃ鋭利な鉄の棒みたいので頭突き刺されるんだろうなってずっと思ってるんで、本当に俺はそういう人だと思いますが、別に幸せです。多分俺結構幸せです。満たされてんのよ、喋ってると。やっぱ俺がその辛い時にずっと喋ることにすがってきたから好きなのかなって思ったけど、それって苦しいじゃん、やってると。どこかで。全然苦しくないんですよ。まあ毎日でもやってられるかっていうと、まあやってれるんだけど、環境が環境なんですよ。別に親がいないけれどずっとやってるだろうし、まあ漫画読む時間とかなんかね、加藤純一さんの雑談放送とか始まったらやめるかもしれないけど、俺雑談以外見たくないからな。雑談が一番面白い。だってゲーム興味ないんだもん。うん、ゲームはやっぱ自分で遊ぶのに限る。加藤純一さんも言ってたけどね、加藤純一さんはそれは楽しいよ、自分でやってるから。俺は全く楽しくない、だって俺ゲームやってないんだもん。イライラするじゃん。うん、でもしょうがないんで、みんなイライラするやつキッズみたいに言ってけど、イライラするだろ、イライラするんだよ、ここは正直にいかなきゃ。うん、イライラしてます。面白いけどね、
面白いけどイライラしてますよ。そこは正直に自分を騙しちゃいけない。イライラしないのが正義みたいな風潮作っちゃダメ。イライラするもんはイライラする。それを口に出さなきゃいいだけ。出してるけどコメントとかでやるとさ空気悪くなるじゃん。でも今自分のなんかねチャンネルで言えやねイライラするけどって、でしょうがないと、しょうがないイライラ、うんと思ってるんでね、しょうがない。自分もそんなに上手くないけどマリオてか全然上手くないけど、でもすごいよな加藤純一さんは。できるまで諦めない力ってすごいね。あれね絶対に諦めないじゃん。でもやっぱね本当に物もらうの嫌いなんだね加藤純一さん。でも俺はそんなに人から物をもらったことないので、あの友達からあんまり物をもらったことないです。本当にないな今考えたら。まあ俺が人にあげないからくれないんだよ。人にあげようとしてるのは俺が好意を抱いてる女の子だけですよ。物をあげるなんてそれが俺嫌だ、嫌なんです。人に物をあげたくないんです。もらうのは嬉しいですけどひどい人でしょ俺は。なんであげなきゃいけないんだよって思ってるんで。だ俺も物もらうの嫌いなのかな。いやあげるのが嫌い。もうでも俺そんなに物もあげてないからもらえないんだよ人から物を。マジでもらったことないな。あるかな。本当に人なんか食い物なんだよな。もらっても別にお土産とかのなんかクッキーとかもその場で消化されちゃうから物として残らねえんだよ。そんな感じですね。なあこれから人に物あげよう。鼻くそとかあげよう。最低ですね。鼻くそ以外あげるもんないだろ俺は。世界に一つだけだぞ俺の鼻くそは。なあ、まあ確かに鼻くそ自体はいっぱいあるだろ、これからも作っていくから。でもさ、その日のまでに作られたその年の鼻くそ、その形の鼻くそ、色の鼻くそ一つしかございませんって考えたら素晴らしいプレゼントだなとは思うけど、俺は確か全然素晴らしくねえや。言い方だよ別に。その言い方でね、言いくるめてもらったらすごい申し訳ないわ。申し訳なくなるよね。俺が説得して、あ、じゃあ、もらえますみたいな。で、本当にもらっちゃったら、あ、もらっちゃった。どうしようって。あ、なんか、いっぱい言うのやめとけよかったみたいな。なるね。絶対になる。あげねえよ、人に鼻くそなんか。あ、ガキが。うるさい。どうしようかな。ガキの声乗っけちゃおうかな。別に。いいや。俺はガキの声より、ガキの声がそのなんか喋ってるだけでもうさ相当精神がやられてます。俺の精神雑魚です。俺はメンタルめっちゃ弱かったんだな。悲しいね。 だから誰かに悪口言われたら泣いちゃうだろうね、っていうか泣かないよ別に。あのダメージ受けすぎてうわあうわあ。でも泣くだろうね別に。誰かに悪いことはあんま言われたくないけど、まあいい気分じゃないよね。いやだいぶいい気分じゃないよ。俺実はネットに向いてないかもしれないけど、まあ続けますけどね。炎上とかしたら寝込むんだろうな。悲しいね。俺メンタル弱え。メンタル弱りきってます。どうしましょうか。まあ一人でずっと喋ってるからね。壁に向かって喋ってるようなもんだって。本当にそうなんですけど、誰が見てるか知りませんけどねえ。こんな動画投稿し続けて7000万人行きたいな、チャンネル登録者。まあ1億は行きたいよもうね。でも1億行くための計画しなきゃいけないからね。でも1億ってきついな。
人口が1億人いたとしてもどうせジジイが半分でしょ、ジジイババアが半分で、だいたいチャンネル登録者数めっちゃ取れたとしても3000万人くらいでしょ、適当な雑な計算言ったら。で、万物に愛されるじゃないけど万人に愛されなきゃいけないでしょ、無理でしょ、万人に愛される感じでやってないからな、無事なそれって。はい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 、もうめちゃくちゃ面白くなるしかないよね。めちゃくちゃ面白くなって外国のね外のやつらに、もう日本語勉強しなきゃってねなるくらい面白い存在にならなきゃいけないよな。うん、羽島恭志郎の出現においてその日本語ができる人類が 30% 増えたみたいなね。日本語習得塾みたいなね、日本語習得教材みたいのがね、ようやく5000万件待ちみたいなね。それくらいいければいいよね。もうすげえ漫画家、すげえ漫画家クラスに面白い人間になるって、きつすごそんなんやってないでしょ別に。で、日本のお笑いって日本の人でも分からなくない、別に深いとこの面白さって。まあ、深くしちゃいけないのかもしれないけどさ、みんな分かってないじゃん。日本人ですら面白いと思ってないけど、本当に特定の人とかがね、心の広い人が笑ってくれるじゃないけどさ、お笑いって心広くないと笑えなくない、あれ。お笑いってだって笑う余裕がない人にはさ、どう頑張っても笑わせられないんだよ。なんで裁判官であれ笑わないんだろうな。絶対なんか噛んでるよね舌裁判官って笑わないんだって、ね、絶対面白いのにって思ったけど、そんなにすげえ面白い人いないけど、絶対にこの人来たら笑うだろうっていうのはないけど、ね、怖いな。めっちゃ鼻くそほじっちゃった。首ゴリゴリ眠いな。俺はずっと眠い。いやもうさ、マックのパンケーキ食いたくなる時があるんですよ。まあ厳密にはホットケーキですよ。2回、まあ今日で2回目だったんだけど、食いたくなるまでの持続、食いたい食いたいって思う時間がめっちゃ短いの。ものの数時間でその欲が終わんの。ああもういいや、もうない、もう今ないですよ。もうそういう経験が俺2回目、今日でね。むちゃくちゃだよ。いやもうどうしてもホットケーキ食べたいって思って、何時間後に、ああもういいや別にいいです、焼肉の方が食べたいとか言ってるんで、どうしようもないよね。どうしよう、でもホットケーキ食いてえよな。あのよくわかんねえベチャベチャのホットケーキ食いてんだよ俺。全然美味しくない。でもさ、あれをすごいなんかデラックスブレックファーストみたいにバカみたいなする値段で頼むんですよ。毎回じゃないけど、いつかね、まあ結構ね、頼むときはね、それでいつも頼んでないけど、頼むけどさ、絶対パンケーキ食えないの。絶対パンケーキ食えない。あいつ入ってても。なんかよくわかんねえマフィン作っておしまいだから。あれも手べちゃべちゃになるから最悪なんだよな。かゆー。めっちゃかゆいよ。どうしよう。あ、どうもしなくていっか。うん。かゆいけどね。かゆいんだったら痒くさせとけばいいから。うん、ほっとけほっとけ。よくないよくない。そういうことよくないよ。今、ゲップして喉潰れたらね、お釈迦だよ。うん、それは潰れてからお釈迦だよ。ああ、もう今、ゲップを無理に出そうとして、なんか喉がちょっと痛かった。何やってんだよ。そのさ、ゲップごときに喉痛くすなよ。体の構造って。怒っちゃった。うん。今怒ったけどね。怒ってたよ。でも口に出した。今ね、今口に出した。怒って、一瞬で怒った。うん。怒った。で、口に出した。まあ、ほんとちょっと結構残ってる。痛みが。うぜえし、めっちゃかゆい。はい。一回書くのやめません。俺はかゆかったら書くんですよ。頭かゆいな。
あーすごいハゲてる。みんなハゲ好きでしょ。ハゲ生え際だよこれは別に。みんな大好きハゲ。そんなハゲじゃなくね、生え際だよ別に。あーハゲたくないな。やっぱ人間はハゲたくないものでね。まあ俺もその一人なんですよ、ハゲたくない一人。てか最近まあトリクルをさちょくちょくやってんだけど、バレット当たったわ。バレットね。いや当たっちゃった。全然やらないのに嬉しい。バレット当たったよ。かわいそうだね。みんな熱心にさトリクルやってる人がいるのが、俺が適当にさ、それもチョッパーブルックロビンが当たった。まあ、ロビン、ブルック、チョッパーね。ロビン、ブルック、チョッパーが当たった。なんか限定のね、頼れる奴らのやつが当たって、すごいポイントでもあって気持ちよかった。もうさ、トレジャーバードと合わせると30倍くらいなの、ポイントが。え、気持ちいいって言いながら一周だけして終わった。超気持ちいいって言いながら一周だけして終わりました。贅沢でしょ。いや、でも俺、金持ちになったらトリクルいっぱい課金するからな。金ない間絶対課金しないから俺。金持ちしか課金しちゃいけないよ。悪魔だもん。俺は金持ちになるまで絶対課金しないけど、もし俺がさ、金持ちになって課金してさ、じゃあ俺多分、生涯で5億くらい貯めたら課金し始める。いや、2、3億だな。2から3億貯めたら、貯金したら俺課金し始めるわ。いっぱい課金したいから早く、稼ごう金。2、3億稼ぎはもう十分でしょ。まあ、どうせ生活の質がさあんま下がらねえもんで、結局はそのあんまりね大変な状態で全然障害足りんじゃんってなって終わるんだろうけど、まあ別にしょうがないよ。なんか老後は2000万円とか言ってるけど、よくないよね。なんか貯めれねえもん。破滅だよ破滅。別にいいんだよ破滅で。俺は子供作りません、ね、いや気が変わって子供か作るかもしれないけど、そもそも俺は自分一人もねできないんですよ。自分一人も面倒見れないような人間がね、子供の面倒見れるかって話で、それはお母さんに任せやいいって言うけど大変じゃん、うん、やるんだったら二人でやんなきゃいけないだし、ね、やりたくないけど、だからといって子供見たいかって別に今見てる。だって今ガキだもん俺、見たいわけねえんだよ。年取ってね20、30ってなってたら、あー子供見たいなーと、子供の孫が見たいなーって、子供の孫、まあ、孫が見たいなって思うようになる。まあその時作ればいいかなと。まあそういう時は遅いんですけど、未来のためにってよく分かんない。作ろうって思ったら作ればいいし。でもな、嫌だな、なるべく一人がいいな。まあ一人は寂しいだろうけど、ちょうどいい一人っていうか、まあ 1.5 人、まあその家族みたいな別にいらないけど、めんどくさいことやってくれる人欲しいな。すごいでしょ、めんどくさいことやってくれる人。運転めんどくさいからやってっていうね、そういう人が欲しい。なんか執事みたいな雇えるくらい金稼がなきゃ。車はやっぱさ、運転されてんのが一番気持ちいいんだよな、あれ。車運転されてんのが。俺絶対運転しないし、俺免許証持ってないし、取らないし、どうせ。うん、俺は多分運転できない側の人間なんですよ。不注意だから。不注意すごいから。ぼーっとしてるだろうからね。で、運転にだって才能はあるわけよ。なのになんでみんな取るのって話。運転って絶対才能いるじゃん。ちゃんと自動運転ができるまで、超完全自動運転になったら免許いらないのかな。でも日本だったら免許いれそうだかな、頭悪いから。え、日本が頭悪いって、俺の方が頭悪い。日本と俺どっちが頭悪いんだろうね。いやそんなに分かんない。だって日本は日本運営できてんだから、日本の方が頭いいじゃろうがい。ほんとに、うん、ねみねみーな、ほんとに。チョコチップクッキーでも調べますか。
やっぱ俺 Amazon で急に物を調べることにハマっててね、なんかそのね福袋のね安いねクレアおばさんクッキー食わされてちょっと腹立ってます。すごいねペラペラだったんでね、板かよって思っちゃいました。木の板、いや思いませんよ、全然薄いなとしか思ってません、薄っぺらいなとしか思ってません、木の板なんて思ってませんよ、思うわけないじゃないですか、薄っぺらいクッキー食って木の板だなって。でこんないちいち話してたらさ、チョコジップクッキーって忘れちゃうんだよ。ああ忘れなくてよかった、俺は偉いな。うわーこの外国のチョコジップクッキーいいね、森のリトルギャングに出てきたから、こういうのいっぱい食べてきゃいいんだよ人間ね、こういうの食ってきゃいいの人間は、これ抱きかかえてでけえチョコチップクッキー、そういう生活できれええねん、しけってるような柔らかさ美味しくないです、あんまり美味しくないらしい、見た目最高だからその箱だけ買おう、こんないい見た目、やっぱ外国好きなんだろうな日本人外国好き笑っちゃった。森永製菓、どのチョコチップクッキー食えばいいんだろう俺は。あーチョコチップクッキー、チョコチップクッキー、チョコチップクッキーをさグシャンって掴んでドーンって食ってもなんか3分の2割くらい、3分の2がね口から落ちるくらいな生活していきたいね、そういう生活を目指しています。目指すものがあるっていうのはいいですよ。クレアおばさん全然出てこないじゃん。え、どうした？クレアおばさん、もしかしてあいつクッキーじゃない？ビスケット調べよう。いやー、なんかセブンイレブンにさ、業務用ビスケットみたいなの売っててよかった。なんか全然味しない美味しいやつ。味しねえのに全然うめえやつ。まあ、うまい味、いい味がね、いい味のクッキーあるよね。あいつ好きだよ、俺あいつ好きだよ。いいクッキー作りやがって、頭いいな。クレアおばさん、何あれ、クレアおばさん、クレア、あ全然クレア、おクレアおばさん、具沢山ミネストローネ、あれクレアおばさんのクッキーってなくなったんだ、商標取られたんだ、かわいそう。いやクッキーないじゃん、死滅した。え、どういうこと？クレアおばさんクッキー。いや、もしかしてクレアおばさんをクッキーだと思ってたのか、俺が。クレアおばさんはシチューとかのやつなのに、俺が勘違いしてた。あ、クッキーって出てきた。よかった、危ねえ。ステラおばさんじゃねえかよ。なあ。ステラおばさんだったわ。全然間違えてた。それでんわけだ。うん。ステラおばさんでした。クレアおばさんかと思って、勘違い絶対あれだよ。お母さんが言い間違えたの、俺がそれを本物だと思った。お母さんが言うこと全部嘘だからな。そんな考えを持ってる子供ダメだよ。うん。ダメとしなきゃダメだよ、絶対に。いいかい？クッキーやケーキを作るとき、一番大切なのは、オーブンの温度じゃないんだよ。それを誰かのために作ろうっていう気持ちなんだよ。ごもっともです。バカにすんな、本当に。クレアおばさんの、あ、違う、ステラおばさんのクッキーガイド。ステラおばさん。ステラおばさん？なんだ、ステレオ。ステラおばさんのクッキー、ステラステラおばさんのクッキー、ステラおばさんのクッキー、ステラステラおばさんのおばさんのおばさんのクッキー、うくるー、死が近づいてくるー。いいでしょ、みんな好きじゃない、こういうの、こういうふざけ方好きじゃないですか。俺は好きです。ステラおばさんのチョコチップクッキー。ステラおばさんのチョコチップ。チョコチップクッキー。チョコ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 チッ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 チョコチップ。ステラおばさんのチョコチップ。存在しませんでした。
ステラおばさんのチョコチップクッキー。お得すぎる。ステラおばさんクッキー詰め放題。俺チョコチップクッキー以外入れねえかんな。絶対入れねえ。いてて、いて、ああ。ゲームオーバー。首をコキコキしたら痛くてね。ゲームオーバーになっちゃいました。人生何があるか分かりませんね。え、ステラおばさんのチョコチップクッキー死んだの？あ、生きてた生きてた。よかった。一番うまいチョコチップクッキーってなんだろうな。死んだとかそういうのね、軽々しく使っちゃダメだよ。うん。いいわけないから。一番うまいチョコチップ。一番おいしい。世界で一番おいしい食べ物ランキング。人それぞれだろ、そんなの。チョコ。一番美味しい。チョコカロリー控えめにすんなよ。妥協すなよ。そこで等価交換なんだよ、うまさとカロリーは。そこ履き違えんな。本当にうまいもん食うためにはカロリーとか脂肪がついてくんの。因果率考えろ。本当にリスクなしでうまいもん食えるわけないんだから。因果率って最近覚えたけど、因果率いいね。因果率、因果は巡ってますから。あ、全然知らない人がそんなこと言ってたら、なんかやばいこと来そうだけどね。うん。因果は巡るよ。どうか、そのなんかね、ちょっといい替え歌できて、誇らしく歌うみたいなね、雰囲気が出る前に今殺しました。あ、殺してませんよ。遮断しただけです。危ない危ない。危ない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 。危ないことじゃダメだよね。鼻かゆ、うわ、うまそうなチョコチップクッキーだらけやの。俺はクッキーが好きだ。うん、クッキーね。最近クッキーさんね、芸名変えましたけど。やめろ、本当になんか。そういう、今、なんだ、自殺っていうのか、じじ雑談みたいなさ、じじを喋んなよ。びっくりマーク一個つけてね。クッキー、なんて言えばいいんだろうね。クッキー、ドン、みたいな感じになりましたね。何考えてるかよくわからないですけどって思うけど、誰も何考えてるかよくわからないだろ。なんだよ、考えてることがわかる人なんてそもそもいないだろ。キモ、誰だよそれ言い始めて。いや本当何考えてるかわかんないよねってね。わかるな、わかんのかお前。誰も誰の考えてることはわかりません。それだけを言いに今日喋ってきましたよ。ダイエット中ならダイエット中面白い。普通にひどい人。じゃあ1位は何だろうなって言って、普通に日本のクッキーなんだろうな。森永製菓チョコチップクッキーしょぼ。もっと面白いのねえの？わ、海外のクッキーって、あ、まあ、カントリーマーム？あいつカントリーマーム、カントリーマームだろう。俺が一番好きなチョコチップとか、俺そういうことしてるわけよ。俺金持ったら、どうも、はじまきよしで、今日はね、俺が一番好きなもの決めてみたシリーズ第1弾、チョコチップクッキーです、みたいなことをやりたい。どうも、はじまきよしです。今日はコーラの飴、食べていこうと思います。あ、まあ、コーラの飴って、俺コーラ好きなんですけど、まあね、分かったわけですよ。まだこの世に眠ってる俺の知らない美味しいコーラの飴あるんじゃないかなと思って、いろいろ買ってきました。はい、ということで食べていこうと思いますっていう。暫定1位はねこれですみたいな感じで、まあこれはね今まで食べてたやつですけど、一番うめえもん探してみたシリーズとかさ、アイディアバンバン湧いてくんの。俺湧いてくんだよ。金がねえからできねえ。ヒカルさんは金は持ってるけど多分面白いこと考えられないんで、派手な数字ですけどね、そんな。ああ、いや、そう、まあ確かに数字か。そうだった。ヒカルさんは面白いことを考える人じゃなくて、伸びるものを考える。
数字が伸びるものを考える人だった。しっけしっけ、そこ履き違えてた。うん、すまん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 ね、本当にみんなには苦労ばっかかけちゃってね。かけてませんけど、そもそもそんな人見てないし。いや見てるだろうけど、見てるんだったらコメントしてくれよなあ、いっぱいコメントしてくれよ。なんでコメントしないんだろうな。そろそろね、コメントしないと、見てないとしてカウントするからね。まあ見てますけどねえ、なんでコメントしないんだろうね。いいじゃん別に。そりゃさ、有名 YouTuber コメントしなくていいよ。だってコメントいっぱいあるから。にぎやかじゃない、コメント欄が。何なんか鷹をくくってるわけじゃないけどさ、あれなの、うわこの動画俺のコメントするに値しないなみたいなこと考えちゃったりしてます。そんなことは絶対にやめてね。俺だけだよそれやっていいの。いやそんなことは思ってないです。別にコメントも高評価もしないからね。まあだからそうやってみんな癖がないんだよ、高評価押す癖とか。俺もないけど別に。コメント絶対しようね。うん、コメントしないんだったら1万円払ってね。うん、ひどいで、ここまで見てる人いないんだから。誰もそうだよ。俺いつもさ、コメントしろよって最初に言えばいいんだけど、こんな50分も見てくれる人誰もいないんですよ。俺でもいない、俺ですら見ない。なんでかって、50分見るんだったら俺喋るから。自分でね、喋りたいこと喋りますよ。喋ってる方が楽しいからね。だからね、喋ってる方が楽しいね。いでで、んが、俺は俺のこと好きすぎるからさ、ダメなんだよ。よくね、この世で一番のファンが俺だし、その下がひどいね、みんな。俺のグッズ誰も買ってくれないし。いや、それは別ですけど。羽島清志郎の両面 T シャツ高いね、あれね。バカだよね。なるべくあれはね、バカってひどいね。自分の商品に。値段高いよね。でも両面プリントいいシャツ俺買うから。でもその前にそのさ、白いつなぎ目がないやつ作んなきゃな。せーの、食べまーす。線路食べてみた。ガチ線路食うからね。ガチ線路のガチ鉄食べますから。あれ、鉄なのか。せーの、やりたいことはそういうことだよね。でも確かに数字取るねえよな。俺がチョコチップクッキー食べるわみたいな、草薙剛みたいなことしてるから、ね、草薙剛そんなことしないんですけど、まあ一応見ときましょうか。見ときますか。草薙剛そういうことしてるのかっていうね。やっぱチェックせずには物は言えませんので。なんかねそれっぽいこと言ってますけど、黙ってほしいですよね本当に。草薙剛ラジオ体操第一、健康強ぽん夏休みバージョン。天気の子に登場するオリジナルチャーハン。めっちゃネタバレ。3キロの超巨大バターベーコンにバター1本丸ごと入れて焼いてみた。悲しいね。マックフライポテトの美味すぎるアレンジレシピを発見。27万。正直すぎる男に100の質問。え、5分で100の質問できんの？バター1本シリーズやってんね。前回大失敗で超バズった。そんなことあるわけないだろ。いや、見ろよ！なあ、あるわけないだろって見れるから多分。なんでそこでやめるんだよ。これ強ポン流のやつ、これ27万バズってんのか。いやでも多分それじゃないんだよ、ね、そんなバズってるなんて言わないよ。結構料理系で再生回数取ってんだね。パオパオチャンネルとめちゃくちゃコラボしてる。すごっ。いや、とんでもないぐらいコラボしてる。
まあそりゃじゃあ YouTube 解散するよな。そんな草なぎ剛とずっとコラボさせられたら、これはストレスたまるわ。最低すぎる。最低すぎるんですけど僕。やめよ。ね、大変だよね。だって草なぎ剛さんだよ。それとコラボしたら大物といっぱいコラボするの大変だろうね。絶対大物感出してくるじゃん。あれ腹立つよなって。大物なんだけどさ、全然 YouTube の、そういうとこだよね、芸能人の悪いところって。芸能人専用 YouTube やってほしいわ。雰囲気崩れるんじゃ本当に。それは当然なのかもしれないけどさ、ねえ、それ良くないよね。和を乱すよね、芸能人は YouTube って思うけど、まあ別に来ていいけど。俺が全員倒したよね。うん、俺が倒せればいいよ。みんなが倒せないから俺が倒します。芸能人全員ね。うん、芸能人がこそこそ YouTube 活動してるくらい俺が影響力持ってね。じゃあ目指せチャンネル登録者数7000万人。7000万人来たよね。まずは。どんなに俺がヘマしても絶対チャンネル登録者7000万人は行くからな。うん。行くでしょ。根拠なさすぎる自信です。世界で一番根拠のないね、目標と自信です。だって俺面白いしな。こんなニコニコしてるやつ最高じゃん。最高を見に来いよ、みんな。いや、こういうこと言うからダメなんだ。最高を見に来いよって。自信満々で言うから。長え、1時間喋ってる。いや、喋るの楽しすぎるけどね。これ以上長くなったらダメなんで、2本目に移動しようかなって言ったらやる気がなくなるんすよ。ねえ、それ良くないよね。じゃあ私音速で次行ったりますわ。見とけ。あ、できない。あ